こんにちは、草場ひろきです。今回はアロマテラピーインストラクターについて紹介したいと思います。アロマテラピーインストラクターは各アロマの協会によって定義や資格の取得方法が違いますので、今回は日本で一番会員数が多いアロマの協会、日本アロマ環境協会、略して AEAJ のアロマテラピーインストラクターについて紹介したいと思います。まずアロマテラピーインストラクターとは、アロマテラピー教育のスペシャリストです。安全なアロマテラピーの実践方法を一般の方に享受できる能力を認定する資格になります。精油の専門知識に加え、健康学、解剖生理学、メンタルヘルスなどに関する知識を習得し、アロマテラピーの健康維持への役立て方や幅広い利用法を指導できる専門人材です。アロマテラピーをもっと人に伝えたい、アロマテラピースクールやカルチャースクールで講師活動をしたい、アロマテラピーボランティアや講育を実施したい、もっともっとアロマテラピーを深めたいという人におすすめな資格です。アロマテラピーインストラクターになるためには、まずアロマテラピー検定1級に合格する必要があります。次に AEAJ に入会し、アロマテラピーアドバイザーの資格を取得します。 AEAJ 認定スクールでアロマテラピーインストラクター必須履修科目を修了することで、アロマテラピーインストラクター試験を受験することができるようになります。ちなみにアロマアドバイザーとは、アロマテラピーの正しい知識と安全な楽しみ方をアドバイスできる専門家です。自分の周りの人にアロマテラピーを正しく伝えたい、一緒に楽しみたい、アロマショップでの販売や仕事でアロマを導入したい人におすすめです。アロマテラピーアドバイザー資格は試験がなく、アロマテラピー検定1級合格した人は3時間の講習を受けることで修了証がもらえます。AEAJ に入会後申請すると、アロマテラピーアドバイザー資格が取得できます。アロマテラピーインストラクターはアロマテラピー検定、アロマテラピーアドバイザーの上位資格になります。試験内容は4択問題や文章の穴あき問題、文章中の空欄に合うワードを複数の選択肢から選ぶ問題、図を見て設問に答える問題などがあり、アロマテラピー検定とは違って香りのテストはありません。合格率は 40% 前後と言われています。合格基準は正答率が 80% 以上、出題範囲となるテキストは一般的に本屋さんで売っている認定のテキストになります。AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター公式テキスト、独自カリキュラム編 AEAJ 認定アロマテラピーインストラクターアロマセラピスト公式テキスト、共通カリキュラム編アロマテラピー検定公式テキスト1級2級、アロマテラピーアドバイザー認定講習会テキスト、以上が出題範囲となるテキストになっています。このチャンネルではアロマテラピーインストラクターの出題範囲も紹介していく予定です。認定スクールに通われている方は復習動画として、またアロマテラピーインストラクターになる予定がない方もアロマテラピーインストラクターレベルの学びをしたい方におすすめです。以上、アロマテラピーインストラクターについての紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたら、いいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら、通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。